ニコラス・ハリーニコイエナリスは、ロンドン・ウォルサム・フォレスト区出身のサッカー選手。北京ナコ・アカ国安属級クラブ所属。中国代表。ポジションは、ミッドフィールダー。2001年5月、7歳で、アーセナル FC のアカデミーに入団。当初は、フォワードとしてプレーしていたが、セントラルミッドフィールダー。さらに、センターバックに、コンバートされた。2090シーズンは、 U18 チームでキャプテンを務め、アカデミーリーグ優勝に貢献した。2010年7月に、最初のプロ契約を締結。2011年10月のフットボールリーグカップ、ボルトンワンダラーズ FC 戦でスタメン入りし、トップチームデビュー。フル出場しにから1の勝利に貢献した。2019年1月31日、中国国籍を取得し、中国サッカースーパーリーグ。 北京中華国安属級クラブへ移籍した。中国名は、理科。U17 年代からイングランド代表に選出されている。なお、父親がキプロス出身、母親が中国出身のため、それぞれの代表を選ぶ権利も有していたが、2019年5月に中国代表でプレーすることを表明した。6月7日のフィリピン戦で中国代表デビュー。 同年のワールドカップアジア予選にも出場している。ありがとうございます。